気力を上げるかとても悩んでいるみたいですが、ここでロユちゃんが上げるのは精神力でした。あーすごいピースをしている。おっとここでどうやら実況のアベクリマン放尿に勤しんでくるようです。ちょっとトイレに行ってきます。アベクリマンじゃないか。アベクリマン帰ってきましたよと。あーすっごい、アベクリマン実況アベクリマン帰ってきたな。アベクリマンじゃないか。よいしょ、サルーちゃんも帰ってきました。男走るよアベクリ走るよ。精神力を振ったロユちゃんは少し強靭な精神。さあ直剣を片手にウンチガーゴイルたちを無視してさあボスの方に進んでいく。あ、ダメなのに。ダメだっていい。さあ、ここのボスは一体誰か。ロユちゃん進んでいく。おっと、番犬。うわ、お前らもいるか。あ、なでなでしちゃったっていい。ちょっと、これはやばい。これはめんどくさいです。これはめんどくさいですね。スリーフェイスドッグと、フォーガーゴイルが。おっと、危ない。さあ少しずつしばいていき、なるほど。おっと痛い。これにはにっこり。さあ一匹ずつ倒していきたいが、番犬もあっ後ろから攻撃してくる。さあロイちゃんピンチです。ピンチですね。番犬の攻撃がうざい。こいつがボスだからしょうがないんだけど。さあロユちゃん少しずつ削ってまいりました。あと残るガーゴイルは1匹。さあガーゴイル消し飛ばし、次はさあ回避が出ないということで嬉しい。危なっ。さあロユちゃん早めの回避を心がけている。やはりおっと痛い。勝ち取りたい、勝ち取りたくたっていい。おっとロイちゃんしかしも聖杯瓶がなくなってきている。これはあっマジかい、かつく。さあ少しずつ遠距離攻撃を仕掛け、おっとしかし食らっていく。あと一発か。あーっと月が何月の当たり判定がすごく長く残っている。さあロユちゃんお腹をブスリといかれ、でこいつマジ見た目キモい なんかちゃんと怖い顔してる。さあ1回の敗北を経験したロユちゃん、さあめんどくさい敵になっています。ガーゴイルが危ない。ガーゴイルがなかなかだるい。さあこれはもうむしろあれでもいいのではないか。あーちょっとまずい。おう、さあ黄金のハルバードでもいいんじゃないかというちょっと話が若干出てきていますが、あぶね。おお黄金のハルバード、ん月が来る。なんと月は食らわない、なぜか。あこれはまずい、これはまずいです。さあ黄金のハルバードないかもしれませんね。ちょっとルイちゃんどうしますか。
黄金のハルバードを使うか。てか10ソウルしか持ってないのか。ならいいか、拾わないで。さあ、ルンちゃん、ここに来て黄金のハルバードに交換する予定ですね。さあ、黄金のハルバード、おっと、ちょっとのんびりしていたので危ないと。さあ、走り抜けていく。サインダーマリか、これ。あー、すーごい後ろからちょっかいかけられている。さあ、ルちゃん、黄金ハルバード片手に行きますが、今回勝てるのでしょうか。さあ、番犬です。さあ、だるいですね。うん、敵がいっぱいいるっていうのはやっぱりめんどくさいことですね。人生平和でありたい。うわ、すごい。これは位牌を使いたいところ。位牌を使いたいですね、ロイちゃん。あまりにも猛攻がすぎる、あまりにも猛攻がすぎる。さあ、ブラッドロスもしていく。まずい。さあ、後ろからやってくる化け物との対処しないといけない。次は、前から思っていたが、番犬ちょっと攻撃のスピード速すぎるよねっていう。マジで速い。さあ、一回飲んでいき、もっと番犬が火を吹いていく。さあ、番犬が飛び上がり、それにカウンターのように攻撃を入れ、ちょっと硬直が激しくて避けれなかったと。さあ、月が来て、はっ今のマジ。さあ、おっと、避けれない。さあ、避けれるのか、ロイちゃん、避けてくれ。ナイスだ、ナイちゃん、頑張って避けました。おっと、避けれない。さあ、ロイユちゃん、ロイユちゃん、ロイユちゃん、こいつが逃げてる、苦手ですね、こいつの攻撃が。おっと、回転切りのお尻に触ってしまい、ロイユちゃん死亡。これは大変です。そして、なんかこの感じ、直近の方はやっぱ戦いやすいのではないか。ロイユちゃん、モーションの硬直が激しいことを知り、ロイユちゃん、 やはり直近か。おっと、ロイユちゃん直近に変わっていく。さあ、ガーゴイルをガン無視してまた進んでいくが、両手持ちにするという判断を取りましたね。次、両手持ちという判断。さあ、どうなるか。さあ、だるいです。早速だるいですね。早速だるいですが、いやー、めんどくさすぎますね。めんどくさくたって、それに頑張って応えていく、ロユちゃんの頑張る姿が嬉しいですね。これはすごく。さあ、回避をしたが回避が出ず、いやいやムカつく、こいつらマジでムカつく。腹が立ちますね。だるすぎる、あまりにも。嬉しい、ロユちゃんもこれにはにっこり。さあ、位牌を使ったっていいぞ、ロユちゃん。位牌を使ったっていいが、ロユちゃん、あ、ムフフ。ロユちゃん、位牌を使ったっていいが、使うなのか使わないのか。てか、位牌、まあ、使えんのか、俺。もう許せねえよ。さあ、怒りを、嬉しいね。怒りをぶつけたところで、これ呼び鈴は、あ、これか。さあ、何を呼ぶか。ロイユちゃんは一体何を呼びたいんだ。
さあロイちゃんここに来て縛っていなかったとはいえど新しく、あ大変大変。さあロイちゃん動物さんなら OK という新たな取り決めをして、おっと痛い。さあ早速ブラッドロスさあブラッドロスが激しく、狼さん使い物になっていないけど、狼さんガン無視されてロイちゃんが切り伏せられていく。さあ早速このクソボスたちに翻弄されているロイちゃん頑張っているが、狼さんの強化をしてもいい、狼さんの強化をしてもいいがロイちゃん狼さんの強化をまだしていない。さあ一旦呼んでいく。さあロイユちゃんどうするか。さあ早速食らいつつも1匹2匹と減らしていく。さあ2匹目も倒し、おっとおっとガーゴイルが全部こっちに来ている。さあ回復できるか、回復できそうですね。すごい位牌、おっと熱いロイちゃんが褐色になってしまう。さあ狼がいるだけでこのヘイト分散、おっとしかし狼全員死んでいく。ロイユちゃん寂しがりのロイちゃん、狼が死んで悲しそうですね。さすがに。さあ2撃入れるとさすがに隙がでかいか。おっと FP がない、 FP の回復をのんきにしていく。さあ月攻撃のその当たり判定だけはちょっと許せないな、アベクリマンはその当たり判定ちょっと許せないですね。おい月の当たり判定マジでやばいな。3回目来たら砲波を打ち、さあそしてジャンプ攻撃がな、その動きなんだ、ジャンプ攻撃をして番犬討伐完了。ロユちゃん頑張りました。ロユちゃんケモを使うことによって圧倒的な難易度の低下。あなんだそのスタンプ、なんだそのスタンプ、それ嬉しいね、それ嬉しいね。いややばいね、大人数系ちょっとえぐいですね。ちゃんと位牌を使わないと気が狂ってしまう、もしくは装備でなんとかするしかない。いや危うく怒ってしまうとこだった。実況のアベクリマンもちょっと怒りを禁じえませんでしたね。ロイちゃんがいじめられてるところを見て、ちょっとね大事な娘がいじめられてるとなるとね、やっぱママのコミニャンも怒っていますからね。許せません、これはなかなか許せませんね。さあ大友たちをガン無視して進みたいが、これもこの周りさすがに男女ないのではないか。ここの左上の黄金ジュラ辺に行って強化をしたっていい。さあなぜかなんかルーンが入ってきたが、あ王とウサギだ、キングとウサギだ、嬉しいね。さあ行きましょう。ロイユちゃんお馬さんに乗り、向かうところはマップの左上側に行こうとしてるみたいですね。で左上側に行こうとしているがロイユちゃんはどうなるか。おっと犬を切り伏せていく、切り伏せるというが倒せていない、火力が足りていません。おお、こんなところにも祝福あるんだ。さあロイちゃん祝福に触れていく。さあワンコが絡んできている、ワンコを今日のワンココーンハマビト、よし。さあ犬の種類なんか多いよね、何体いるんだって感じじゃない、通常の犬だけで。さあ進んでいく、ロイちゃん進んでいきますが、って何があることやら。アジンダンもいる、アジンダンがいる。おあれはなんだ、
あれは透明おじさんが出てくるところかな。さあロウユちゃんが透明おじさんが出てくるところに来ました。さあ透明おじさん召喚して透明おじさんの足跡を追っていく。さあおじさんがおっせーよちよちとよち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 と歩いていますが、なんかご遺体ありますね。ロイユちゃんがご遺体に近づいていますが、おっと虹色ストーン嬉しいね。おっとアジンおじさんが唐突に現れる。おっとびっくりして火付けもごしゃしていく。さあロイちゃん若干のなんだそのスキップは。おっとロイちゃん謎のセンスによりダンジョンのありかを特定。ロイちゃん崖下のダンジョンに到達していく。穴下りの洞窟。さあ洞窟についていったが、さあロイちゃん進んでいきますが洞窟に何があるか。おっとこれはトラップではないのでしょうか。トラップの気配も感じるが、おっとトラップだったけどなんかトラップを回避していく。え？ロイちゃん爆運ですね。トラップの気配を感じつつもトラップを回避していきましたね。謎になんか落ちなかった。なんか落ちなかった。なぜ落ちなかったのか。あここルーンベアじゃね？なんかルーンベアな気がしてきたな。おっとウサギじゃない、ネズミが躊躇鳴いている。洞窟のりとコケとルーン暗すぎるって話。とりあえず暗闇に隠れながらもさあ突き進んでいるが、さあロイちゃんまたネズミと、おっとデカネズミがいる。ロイちゃんデカネズミにびっくりしていますね。おっとびっくりして方向も間違えている。ちょっと暗すぎね、本当に暗すぎねえか。さあ何かがいるのは見えている。おっとネズミ、さあネズミをしばいていって、ロイちゃんが進んでいく先にはまたネズミがいると。さあネズミをしばいていく。くぐり全然使ってないねロイちゃん。さあ落下がすごいが、落下がすごいがとりあえずちょっと回復グビグビ飲んでいく。銀色ホタルアイテム連携全然してないなと。ここはやっぱそうだよね、クマさんがいます。ある日ある日森の中森の中んよいしょ。さあロユちゃんの実質おばあちゃんにあたるクズ用、デカめのクズ用が出てきました。実質のおばあちゃん、コミニャンのお母さん。さあコミニャンのお母さんの足をツンツンとしていく。おっとタックルが痛い。さあそしてタックルを連撃で食らっていく。だいぶ怖い顔ですね。さあ青聖杯を伸び火付けと。さーてロユちゃん火付けよりも光の刃の方がいいのではないか、火力的には。さあそんな話もしつつ攻撃して火付け当たらない。しかし少し離れて刃をするが詰められていく。さあ攻撃を当てていきたい。さあロユちゃんルーンを獲得、魔力流院のタリスマンゲット。魔力流院ってなんだ、魔力ゲットあるのか。さあトリネの水蓮もゲットし、タリスマンを見てみましょう。ああなるほど、魔力カットなんだ。性攻撃力を高めるがカット率が下がる。えつける。さあセインとロユちゃん性攻撃力が上げていく。そしてルーンベアの曲から解き放たれ入り口に戻っていくロイちゃん。いやルーンベア強いよね、めっちゃ嫌いやった。てか俺何回も死んだ記憶あるもんルーンベア。ここめちゃくちゃ強いんだよな。あれあれ、あどうしました、どうしましたか。さあロイちゃんこのままどうするのか。武器拾った、武器、いや武器拾っていません。ロイユちゃん拾い忘れています。さあ
ノガミンからのアドバイスを聞き、おっと落下ダメージ。え、どこだ武器って。トリーナの水蓮、トリーナの水蓮と違うよね。え、トリーナの水蓮って武器だっけ。さあ、よく覚えていないのでロイユちゃんももう一回行く羽目になっています。さあもう一回行くが、ここに直接降りてみるロイユちゃん。さあネズミさんがいっぱい、おっとネズミさんがガンスルーですね。どうしたのか。さあしばいていくネズミを、めんどくさいから走っちゃおうかなというロイユちゃんのちょっと感情が見て取れますね。さあ走っていく、黄金のルーム獲得してるじゃん。走って行きます。さあおっとここまた痛え、落下が、ここの落下が痛すぎる相変わらず。さあルーちゃん進んでいきます。なくね、もしかしてあの2段目か。さあロイユちゃんここに来てもう一周する羽目になりそうですね。あ、サーブローさんだ、こんにちは。今日はやってます、ロイユちゃんエルデンリングをのんびりとちょっとね、もう喋り続けて喉がね乾いてきていますね。すごく。さあもう一度降りて、ここの、あ、おっと痛い、おっと痛いですね。ネズカスどもがなかなか、そう、これワープするとあれなんだ、湧き直す。いて、さあネズミどもをしばき、5年間違いだったよ、笑え、マジで怒っていい、お前を、お前をいたぶっていいか、タヌキ、タヌキ、お前を、お前をいたぶってもいいか、俺はごめん勘違いだったよ、わらとか言ってお前をいたぶってもいいか、タヌキ、炙られる、炙ら、炙って炙ってもいいか。おはよう。あー、ポンチメンだ、おはよう。あ、今なんか ピポッツさんのポンチメンか。さあ、あのデイリーポンチもまた送らせていただきました。え、俺でか油が出るよ、油が出るよ、たぬき湯が。今日もロイちゃんのエルデンリング、これね、ちょっと連日やるとやばいかも、俺喉がね壊れちゃうかもしれない。多分ね、普段の配信より喋ってる。あ、なんだ、いいんだから、人にはね、人には間違いがある、実況だからね。そう、人には間違いがある。でも野上は人じゃなくてタヌキだから、野上の間違いは認めない。だから死刑、公主刑。あ、かわいそう、野上死刑で公主刑なのだ、ひどい。そんなヨタ話しつつ、アジンちゃんたちを尻目に、タヌキだから、そう、タヌキだから、おっと、アジン森の廃墟に到達。さあ、おいしくなるよ。さあ、ロユちゃん、アジンのなんか謎のエリアに、おっと、アジンが騒いでいる。さあ、アジンが騒いでいる中に、光の刃を放ち、おっと、おじさんクラッシュを食らっていく。さあ、ロユちゃん、ここには何かがあるのでしょうか。ロユちゃん、頑張って探索をしています。さあ、ロイちゃんが走り回ってここの廃墟の周りを探して、おっと誰だお前。あ、これ野上が今日やったやつだ、あれだ、ジョーだよね多分これ。さあしばき、あれこんなとこだったっけ、でもこんな狭いとこだったっけ、なんか広いとこじゃなかった、ここか、これか、これだ、あれだ、ジョー。さあここに来てジョー様見つけてしまったロイちゃん。さあ、アジン村の、あれは先兵みたいな感じだ。あ、いた。おい、え、ひどこの城ひどい。さあ、魔力が痛いですね、なかなか。魔力が痛いですが、王様、王様、さあ、聖杯瓶を飲みたい。いや魔法使いてー、まあ、今回はねロイちゃんはいろんなビルドができるようにスカンピングスタートだったので。さあ女王様が
下の者たちを縛っていく。アージン城の杖、決勝三段もゲットということで、ロイちゃんの、魔法使いの道が、あ、ひれ伏せている。かわいい、あへーって言ってる。さあロイちゃん、アージンたちを縛っていきます。猿みたいだね、なんか。さあ拳で、さあロイちゃん拳で叩いている。拳で、ロイちゃんなんで暴力的なんだ。弱者を拳でダメなのに、ロイユちゃんやっています。弱者を盾でポコポコ叩いている。ロイユちゃんひどいですね。ロイユちゃん、お、そして見せしめに一人だけ残して逃げる、逃がすつもりですね、これ。ロイユちゃん、おっと、わきまえている。これ悪逆非道の才能がありますね、ロイユちゃん。コミニアが悲しんでしまいます。言い伝えてもらおう、そのために残してるからね。ちゃんとあれだから、あの次元魔法がかかってて、その言い伝え終わったら首が爆発して死ぬ。あまりにもひどい、なんて残虐なんだ。でもそれだっていい。さあここは来たところから、ロイちゃん果たして。じゃあもう場所をいまいち覚えていない。さあここは来たところでしょうか、全く覚えていませんが、ここはおっと来てないところのようですね。祝福と雫がある巡礼教会、そうだよ、卑劣様だったんだ。柱間と扉間だからね。柱間と扉間って名前のあれいいよね。ナルト、いやかナルトな、ボルト読んでないけどさ、ボルトどうなったんだろう。ボルトもおもろいからね。テンステデンテデテテテテテテラレテテテテテテ。さあメリナになるよ、メリナになる、メリよ。ね、マジでやばいよね。さあ、あっとキングフロスターベクにもいるね。マリカの言葉も聞くよ、いつか奪ったものを返そう。ひどい、マジでダーク世界観だよな、ほんとに。ああ。メリナになるよ。ほんとひどい。ひどくないのに。なになになに？あ、ロード・ガッドフレイ。さあ。これなんだこれ。しかも消費 FPR。鉄壁の盾、ナイト・ハルトの名で知られる戦技。行動も攻撃を弾けるようにする。はえー、いいじゃないか。あら、重厚一生強いよね。失礼、ちょっとあくびが出ました。30 129の37。いや、ぶっちゃけこのね、生属性ついてるだけでなんか安心感が違う。さあアジン女王の杖ということでね、杖ありますが使えるものはないと。あ、ポンティア20連続、嬉しいな嬉しいな、ありがとうね。嬉しくてポンティアって呼んじゃった。ダメなのに、え？ダメなのに、ポンチメンのことポンティアって呼んだら怒られちゃう、ごめんなさい。でもポンチメンはね、ごめんなさいって言っても許してくれない。半分寝てたけど来ちゃった。おお、ダメなのに、ダメなのに。半分寝てたってことは、でも半分起きてたからね。いや今日眠いよね、ポンチメンも眠いよね。なんかみんな眠いって言ってるし、俺も眠いんだよね、なんか。まあ、ロイユちゃんは眠くないので、ちょっとやりたそうですね、まだエルデンリングを。エルデンリングをまだロイちゃんやりたいそうなので、寝るよ。コミニャは寝ちゃダメだよ。え、シエルドラモチ食べてたの？うさぎこの野郎。いいんだから。さあ FQ 順当に上げていきます。